3D モデルっていうのは構造物であれば IFC っていうファイルでやり取りがされます。で、義務項目のビムシム適用工事の場合はおそらくこの設計段階で作られた IFC が貸与されるんじゃないかなと思います。そしてこれを読み込んで見るんですけれども、実は見るだけだったらお金はかからないんですね。あのビムビジョンっていうですね、無償のビューアーなんかもあって、それを使えば読み込んで形を見て情報を見るぐらいのことはできます。ただですね、ちょっと海外製のソフトではあるので、見ていただくとわかるんですけど、インターフェース、画面周りが英語なんですね。英語得意な方はこれでいいかなと思いますが。あとは無償ではない部分、有償のソフトとしては、弊社福井コンピューターのトレンドコアっていうシステムがですね、このビムシムお任せのソフトになっているんですけれども、こちらのソフトで読み込んで閲覧するっていうことができます。そういったところですね。まあ無償でも、有償のものでもどっちでもできるよっていうところを、念頭に置いていただければいいかなと思います。じゃあ実際にこの IFC を読み込んで確認をするっていうことをですね、ちょっと、実演でやってみたいと思います。ではここからはですね、弊社のトレンドコアっていうソフトですね、を実際に操作して実演していこうかなというふうに思います。このトレンドコアに関しては、IFC ファイルの読み込みっていうのができるようになってますので、こちらでファイルを読んであげるようなイメージですね。では、IFC ファイルを読み込んでみました。こんな感じです。今見えてるのが、ちょうどこの平面のビューっていう、真上から見た状態になってるので、ちょっと 3D も見えるようにします。こういうイメージですね。こういったところで、まずは形状がこのように入ってきたのがわかるかなと思います。これで形状の確認ができるとともに、あとはですね、この IFC のビムシムのモデルっていうのは、形だけじゃなくって、情報を与えることもできるんですよってお話ししてたと思うんですけど、例えばこちら、それぞれデータが分かれて作られておりますが、この一番上、ここは、ハリブに当たりますよとか、P33 ですよとかですね、細かい情報で見てあげると、こういう情報、実は 3D モデルに与えられるようになってるんですよね。肯定的な情報だったり、名称とか、規格とか材質とかですね。そういった形で、このように 3D モデルの情報を確認するっていうことが可能になっております。で、これについては、有償ソフトのトレンドコアで今やっておりますが、先ほどの無償ソフトのビムビジョンとかでも、まあ、できるはできます。情報は見えますね。はい。そういったものになってます。で、このトレンドコアでは、今一つ一つクリックしてこのように見てた情報っていう風なものを、まとめてですね、リスト上で見るっていう風なことなんかも可能になっております。はい。ちょっと 3D にしましょう。右側に 3D のモデルのデータがあって、左側にこう表みたいになってますね。で、こちら、モデルのデータをこうクリックすると左の表のカーソルが変わると思うんですよね。まあ、こういったところで情報を一覧でまとめてみたりとか、実はさっき見えてなかった情報として、この一番右にはですね、体積だったり表面積だったりっていう風な情報も実は見えるんですよ。なのでこう数量をこう拾うみたいなこともですね、これで実はできるようになってると思っていただければいいかなと思います。これがですね、 IFC のデータを読み込んでまずは見るっていう段階の作業と思っていただければなといったところですね。